はいどうもマリシカチャンネルようこそ。ロシアモスクワに10年近く住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてくださいということで、今日は日本にいるロシア人 YouTuber ジェーニャチャンネルのジェーニャさんとズームを使ってリモートコラボ動画を撮りたいと思います。実はね、以前も2ヶ月ぐらい前にこちらの動画ジェーニャちゃんとコラボさせていただきました。なので今日でジェーニャちゃんとのコラボは2回目です。まだこちらの動画を見ていない人はチェックしてくださいね。ロシア人のね、生の声を聞けるいいチャンスですので、たくさん質問をしていこうと思います。ではジェーニャちゃんを呼びましょう。日本とロシアがつながりますよ。ジェーニャちゃん、こんにちは、久しぶりです。2ヶ月ぶりのコラボ動画ですね。まあそのくらい経ちましたね。ね、本当につい最近撮ったかのようですが、時間経つのはあっという間ですね。そうですね。それにジェーニャちゃんの動画も毎日見てるんでね、お久しぶりな感じはしないけど、こうやってコラボ動画撮るのは2回目ですね。はい、本当にありがたいことです。でジェーニャちゃんはね、日本でロシア語の先生とモデルをしていらっしゃってて、それプラス YouTube?もしていて、 YouTuber としても活躍しているんですが、つい最近チャンネル登録者数が5000人突破したということでね、おめでとうございます。バズプラフェアよ。ありがとうございます。バッシーバーもう私の憧れでね、尊敬する YouTuber、 そしてジェーニャチャンネル私も大好きなんでね、もうインタビューできるということでワクワクしているんですけど、本当に今日は幸せです。お願いします。私もいつもマリシカと一緒に動画撮って幸せな気分になります。はい、本当にありがたく思います。ありがとう。今日も楽しくしましょう。ね、楽しくいきましょう。では早速、ジェーニャちゃんはね、ロシア人なんで、もちろんロシア語が母国語ですよ。そして日本語はね、今こんなペラペラに喋ってますが外国語なんですね。でもジェーニャちゃんのチャンネルでは日本語で動画を撮っているんですよ。今日は私そのことについて聞きたいと思ってインタビューしたいんですけど、ジェーニャちゃんはなんで日本語で動画を撮ろうと思ったんですか？一つは大きな目標として、ロシアと日本をつなげるためにもロシア語で動画を撮ってますし、うん、もう一つの目標はロシアに興味のある方を集めたくて、またロシア語の生徒たちも集めるためにもロシア語で YouTube やってます。そうなんですね。すごいすごい。あ、はい、じゃあなんでロシア語で、私は日本語で日本の皆さんにロシアの、ね、魅力を伝えたいと思ってやってるんですけど、ロシア語でロシアの皆さんに日本を伝えるんじゃなくて、その逆をやろうと思ったのか教えてください。まあ一つ目は日本人と、なんていうか、もっとつながりたくて、親しみたくて、あと日本人の視聴者は本当に、なんていうか、優しいコメント、うん、良い嬉しいコメントを残す方が本当に多くて、うん、はい、それで本当にいつも感謝してますし、これからもコメント読んで、まあ、頑張りたいと思います。ね、ロシア人は本当に考えてることをまっすぐ書いてしまいますね、コメントに。まあ、その特徴がありまして、まあ、失礼なことも良いことも両方書いちゃって、はい、それで、うん、やっぱり日本人に見ていただいた方が、まあ、嬉しいというか、そう、コメントは本当に貴重なものです。そうですね、日本の視聴者さんってすごい温かくて優しいですね。まあ、本当に優しいし、はい、丁寧ですし、あとロシア語を教えてるんですけど、うん、やっぱり生徒たちにとってなんか日本語話せる先生がいた方が安心じゃないですか。そうですね、説明も分かりやすいし、うん、そうですね、うん、はい、なのでおかげさまで最近、ね、YouTube から新しい生徒さんも、はい、来ていただいたし、まあ、最近本当に良いことばっかりです。ね、こんなね、素晴らしいね、先生だったらね、もうロシア語難しいなと思っている人もね、うん、チャレンジしやすくなりますもんね。日本語がペラペラで美しくて、ね、はい、いい先生ですよ、きっと。
私もジェニアさんに習えばよかったなとか思っちゃいますね。まあこれからまだまだ私の、ね、ロシア語まだまだなんでね、教えてください。まあでも今マリシカはロシア語教えられるくらいのロシア語上手です。あと、はい、あのジェニアさんの動画って日本の旅行動画とかもあって、私たち日本人でも知らないような静岡のね動画とかも、私日本人だけどまだそんなね行ったことないので、そういう動画とかもすごい面白いですよね、魅力的ですよね。そうですね、はい、外国人の視点であの日本人の方に日本の魅力を伝えるためにも日本語が必要ですね、英語じゃなくて。日本人より日本を知ってらっしゃるというね、すごい嬉しいことですよね、日本人の私たちからしたらね。あとそうですね、視聴者さんってやっぱりジェニアさんの視聴者さんはあの YouTube されている人はね、あのアナリティクス分析で見ることができると思うんですが、やっぱり日本人が多いですか？そうですね、はい、まあ、この間確認したらちょっと 90% ぐらい日本人でした。はい、やっぱりそうだね。あと他は、うん、そうですね、うん、日本語を、まあ、習っている外国人ですか、うん、アメリカやメキシコにも見てる人もいます。はい、すごいですね。ではね、しっかりとした目的を持って日本語で動画を配信されているジェニアさんですが、正直日本語で動画を作るのって大変ですか？というのもね、私も一度ロシア語で動画を作ったんですけど、その際にやっぱり撮影とか編集とか普段の動画よりもかなり時間がかかってしまって大変だったので、どうでしょうか？正直めちゃくちゃ大変です。私は日本に来てまだ2年目ですので、皆さんが思っているほどより日本語が上手くないですし、上手に話せません。動画を撮るときは、まあ、よく間違ってますし、多分他のロシア人 YouTuber より動画を撮るのに時間がかかります。でも日本語で動画を撮ると私の日本語の練習にもなりますし、日本人の視聴者の皆さんがいつも優しいコメントを書いてくれますので、なんとかこれまで頑張って続けてくれたと思います。うん、偉いですね、本当偉い。いえいえ、ね、ではこれからもずっと日本語で動画続けていくつもりですか？そうです。はい。まあ、応援してもらっている限り、これからも続けたいと思います。応援しましょう。ね。ぜひぜひ。日本語は世界でも難しい言葉だと言われていますよね。まあ、私たちね、日本人はそれが難しいとかって思わずに使っていますが、まあ、これぐらいペラペラにね、話せているジェニアさんでも、ここが苦労したとか、そういうのってありますか？どうですか？もちろん、たくさんあります。まずは、ロシア語に訳せない日本語の特殊な単語がありますね。どう頑張っても、一単語で訳せない単語が本当に多く、まあ、例えば初旬、中旬、下旬、あと通勤、通学、ロシア語に一つの単語ないので本当に翻訳は、はい、難しいし、あとそういうなんかよろしくお願いしますとか、まあそれは感覚的に使う場面分かりますけど、日本語をロシア人に教えるときに、まあ、結構まあ苦労しますね。訳せないから、まあ、便利な言葉ではありますけどね、便利だけど、まあ、難しいかな、ちょっとニュアンスがね、ニュアンス、そうですね。日本語の特徴はちょっと曖昧なフレーズが多く、でその曖昧なフレーズで日本の生活で本当に困ったことがありました。例えば、考えておきますとか、検討いたします、また連絡します。でも、それは、まあ、はっきり言うと、断りだと最初は分からなかったで、
でその人からずっと返事を待っててあれなぜ日本人はあんなに真面目な性格のイメージするのにずっと返事来ないか、その人だからだってまた連絡するって書いたじゃないですか確かに前向きな答えだと思いますよね。そのまた連絡来るのかなっていうふうにね、前向きな答えだと思うけど、傷つけないための心気配りじゃないけどね、傷つけないためのやんわりした断り方って分かりにくいですよね。確かに分かりにくいし、すごくその人本気で何を考えてるか分からないし、うん、で、そうですね、日本人ははっきり断れないですね。なんかいいやとか違いますとか、あの嫌です、言えないので、そういう曖昧なフレーズもなんというか使って外国人の困らせてます困らせてるらしいですね皆さん、はい、ではね、そんな難しいややこしい日本語をね上手に使って動画を作っているジェーニャさんですが、 YouTube 的に日本人に受ける好まれる動画とジャンルと、ロシア人に好まれるジャンルってやっぱり違いますか？求めてるものが違うのか、それともこれはあんまり受けないなとか違いってありますか？まあ、もちろんあります、うん、まあ、日本語で受ける動画といえばまず、まあ、大食いの動画が浮かびますね、うん、本当に、ね、はい、日本に来て、まあ、テレビつけると食べ物料理系の番組本当に、まあ、多いですし、 YouTube にもそういう動画、まあ、100万くらいの視聴数もありまして、本当にいつも不思議に思います。あ、ロシアじゃないんですか、はい、やっぱりそのロシアは大食いの動画っていうのは、ロシアにはまずそういう動画があまり好まれてないし、別に食べている人の画像見ても映像見てもロシア人はあまり何も感じません確かにね、うん、はい、そうなんです。でなぜ日本でそんなに受けてるか、やっぱり、うん、あの食文化かなと思います、うん、ロシアの食文化より日本の食文化の方が強いですし、本当に料理の種類バリエーションが多いし、うん、そうですね、日本人は料理が大好きですし、作るも食べるも、うんいろいろアレンジしたりとかもしますもんね、やっぱり日本人はね。そうですね。ではじゃあロシアではどういう動画が好まれますか？特に、まあ、好まれるジャンルが、まあ、ないと思いますけど、まあ、人は好みがそれぞれですし、まあ、でも私の知り合いや親戚はあのいろんな視点でニュースの動画を見るのが好きです。多くのロシア人はあのマスコミがあまり信頼できなくて、うん、そうですねなのでテレビの情報だけ信じないで、いろんな専門家や研究者やまた有名な YouTuber の意見、いろんな問題に関する意見、まあ、同じコロナにしても、うん、そういうは世界広げるためにいろんな情報をもらうためにそういう動画を見る人が本当に多いです。そうなんですね。じゃあロシアの YouTube の需要っていうのはやっぱりニュースのこう延長線上じゃないけどこう広げてみたいっていうの で日本はやっぱりバラエティを見たいっていう方が多いのかもしれませんね。大食いしないとダメかなじゃあ、 あのロシアの若者はどうでしょうか、どんな YouTube 見ますか？そうですね、あ、最近ロシアにもタレント YouTuber が増えてきて、うん、で、あ、ミュージックビデオを作ってる YouTuber がいますね、うん、確かに若者に人気があります、そういう経緯がそっかそっか、わかりました、ありがとうございます。ではね、以前コラボした時もジェーニャさんね、日本のいいところをたくさん語ってくれて、日本がね大好きなジェーニャさんですが、あの逆にびっくりしたねカルチャーショックとかこうエピソードとかあったらそれを教えてもらいたいです。そしてね、今日のこの動画は終わりにしようと思います。なのでね、ちょっと最後の質問にこれを持ってきたいと思います。どうでしたか、ありましたか、ちょっと大変だったこととかびっくりしたこととか。驚いたことはあの本当は数えきれないほどありましたが、うん、まあ、今回はいくつか言いますね、まあ、まずは日本に来て驚いたのは、
あの郵便の、うん、郵便のサービスです。あの本当にあの小包み郵便物を家まで届けてくれるし、うん、家にいなくてもあの後であのインターネットを使ってまたそのあなんか呼ぶことできますね改めて不在通知みたいなのありますもんね、はい、不在通知が、うん、そうですね。で家にいなかったらそれまた来ますし何度も何度もで毎回無料ですし、まあ、ロシアではありません。あロシア家に来るのは大体の手紙、うん、あとそう大切なものだったらみんな自分で郵便局まで行ってもらえますね。そうです、通知だけ、はい、届きます家に、ね、はい、それは本当に素晴らしくて日本のサービスに憧れがあります。そうですね、日本の郵便局はすごい働いてくれますよね、うん、はい、そうですね、まあ、働きすぎと思いますけどもう、はい、すごく、まあ、生活しやすいしお客さんに対してとても優しいと思います。そうですね、うん、あとはどんなことありますか？あとはそうですね、日本の病院に来たら、うん、まず服をどっかにあの預ける場所を探してたけど見つからなくてで、あと分かったのは日本にはないですね、服を預ける部屋、例えばコート、コートとかですよね、こう重い服ですね、重い服、まあ、冬の季節、うん、確かに日本の患者たちはその服を上の上着持ちながら、うん、あの診断室に入りますね、うん、そういったお医者さんと会いますね。でもまずロシアでそんなことしたらすごく看護師やお医者たちに怒られると思います。そうですね、さらにお医者さんのドアにあの服を上着を着た状態で入るなと書いてありますね、はい、多分マリシカはよくしてると思います。ロシアはね、劇場とかでも映画館とかでもガルゼロフカっていう場所があって、あの冬ね、寒い冬皆さんね毛皮のコートとか着込んでくるけどやっぱり映画館とかだったら邪魔じゃないですかっていうのも、中はあったかいし必要ないから普通は預けますもんね。だけど日本はずっと持ったままで確かに。そうですね、はい、私も初めて日本であの好きなバンドのコンサートに来たら、うん、まあ、最初はあれどこですか、どこに服はずあのまさかずっとコート着るか中でと思ってたけど、はい、あとはまあコインロッカーに日本の皆さんがそこに預けますね。でもそうしたらしばらくコートなし歩かなきゃいけないですね、確かにね、あのステージまで、はい、うん、まあ、日本の冬はそんなに寒くないのでみんなそんなことできますね、やっぱりロシアではありません、はい、日本は本当にロシアと全然違って、うん、これは本当に、はい、カルチャーショックでした。そうですね、ちょっとそれはあの日本の不便なところでもありますよね、まあ、確かに日本の冬は寒くないと言ってもやっぱり劇場とかコンサートとかね、コンサートホールとかあと映画館とかおしゃれして行った時にあの上の服、ね、どうするのって話だけど、だからロシア人とかだったらもう真冬、あのロシアのマイナス20度の真冬でもドレス着て中はすごい綺麗な感じでね、冬を感じさせないぐらいなのできるのってやっぱガルゼロフとかあるからですもんねわかります。そうですね、はい、いつも、うん、任せられるね、ガルゼロフに番号もらって安心ですし、安心できますしね、うん、そうですね。ということでね、今回もジーニャさんからね、いろいろ面白いお話を聞くことができました。ジーニャさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、うん、楽しかったです。楽しかったです、うん、はい、皆さん、実は私のチャンネルの方でもマリシカが出てまして、逆にロシアで留学、まあ、10年間も留学しててロシアで驚いたことやカルチャーショックについていろいろ面白く話してますので、ぜひ私のチャンネルも見てくださいね。見てくださいね。ではジーニャさん、またお会いしましょうね。またコラボしましょうね。はい、ぜひしましょう。はい、今日もありがとう。スパシーバーイパカパカー、スパパカーダステージーステージだ。いかがでしたか？たくさんいろいろなお話を聞けて楽しかったですよね。
ではこれからも私の専門であるロシアとバレエについて動画を配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、パカパカー。